はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、金麦の、クリアラベル、喉越し爽快、ですね。うん。アルコール度数 5%。原材料が発泡酒、かっこ麦芽、ホップ、糖類、とスピリッツ、かっこ小麦、です。これはリキュール。かっこ発泡性なんで。ね、安心して、飲めます。うん。まあ、なんか最近、金麦がね、うん。なんかいろいろ出してるみたいですね。金麦のね。なんか、なんだ。オフ。金麦のオフとかね、出してるみたいですけど。ちょっと出しすぎじゃないかなと。ね。思ってはいるんですけど。うん、なんかね、金麦のね、糖質 75% オフってやつが出たんですけど、これね、昔じゃなくてね、結構最近ね、これ 70% オフだったんですけどね、それが 75% オフにね、なって、まだ日経ってないんじゃないかな。俺、だいたい 70% オフ飲んだことある気がするけど、結構最近出たやつじゃなかったかな。まあいいや、乾杯。うん。うん。ちょっとぬるいな。うん。うん、確かにクリア。ですね。逆に変に雑味がないんで、逆に美味しいかもしれない。コクがあるやつに比べるとね。金麦 70% オフは、ね、結構パッケージっていうか、見た感じ、だいぶ、新しいんですけど。まあでもやっぱ金麦はな、普通の金麦はいいな、多分な。薄いっていうかね、癖が非常にない。これは。あ、クリアアサヒって書いてレベルじゃない。クリアアサヒってありますけど、あれクリアじゃない。クリアじゃないっていうか、クリアじゃなくて薄いだけなの。味が。うん、味が薄いだけなんですよ。これはね、味が薄い、まあ、味が薄いっていうよりは、口当たりが非常に滑らかで、なんか、無駄な、雑味が一切なくて、スーッと入っていく感じですね。うん。うん。スーッとね。スーッと入ってくる。うん。うん。まあでも、金麦のオフはね、オフは、あんまり、糖質オフにしちゃうとやっぱり、ね。ねえっていう感じです。糖質オフにするとね、やっぱり厳しい。うん。甘みがなくなるんで、旨味も減っちゃうんですよね。
やっぱりそこが、よろしくない。喉越し爽快ってこれ書いてあるけど、これ喉越しはないですよ。多分。喉越しって基本的に炭酸の強さじゃない？喉越しって。ね。喉越しってのは炭酸の強さだと思うんですけど、これ炭酸強いっていうか、全然強くないんで。あれですね。強くないっていうか、多分若干弱いんじゃないかな。これね。若干弱めな気がする。まあいいや。なんかね、喉越しってのがいまいちわかんないんですよね。ぶっちゃけね。喉越しってのは何って。ね、喉越し、イコール、俺はね、炭酸の強さだと思ってますけど。ね、喉越しの意味。だって意味で見てもおかしいよ、俺。飲食物が喉を通っていくこと。またその時の感じ。何それ。バカじゃね？説明になってねえだろ。じゃあお前、喉越しがいいビールって何？喉を通っていくことが良いビール。ん？またその時の感じ。何？その時の喉越しは喉を通っていく時の感じが良いビールって。何がいいんだよって。ね。なるでしょ。どういう意味なんだ？逆にあれなんか弱いやつのことを言うのか？炭酸が弱いと喉越しがいいのか？ん？って。え、炭酸が強いと喉越しがいいんじゃないの？違うの？いまいちわかんないな、それ。喉を通っていくときに炭酸がこうピリピリピリっとくるのがいいんじゃないの？それは人によるんじゃないか。ね。人によると思うけどな。俺炭酸強いのあんま好きじゃないから。あれなんですけど。まあ、これはただ喉越し爽快って書いてあるから。具体的に、どう爽快なの？何が爽快？さっぱりする？喉通っていくとさっぱりするって。いうことは、やっぱり、炭酸が強いってことかな？ね、多分ね。いまいちわかんないんですよね。喉越しっていうのはね。コクとかはまだわかるんだけど、喉越しばっかりはもう、よくわからないですね。まあいいや。まあ、まあでもこれは、わざわざ買う必要もないでしょ。こんなの。ね。普通にうまい金麦っていうのがあるんで。ね、サントリーはね。わざわざ、まあ、これは劣化版、金麦の劣化版としか思えない。ですが、まあ、金麦よか、口当たりが滑らか。だから、っていうことなのかな。そっちを、そっちの方が好きな人向け。さっぱりしてる方が、コクがあるやつよか、さっぱりしたのが好きな人向けではあると思うけどね。
まあ、これは、まあ、三つ星ってとこにしとくか。おすすめは、それするもんでもないです。ね。2323です。ご視聴ありがとうございました。